日本語の種。こんにちは、ユミです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。息子が車の免許を取りました。そこで車を2台買ったというお話の続きです。2台買うつもりはなかったんですが、なぜか2台購入ということになってしまいました。 支払いは1台はキャッシュで払ってしまいましてもう1台は会社でローンを組んで支払うことになりました、まあ、なんとかなりそうなお値段だったんですね問題は車の保険でした、まあ、車の保険を更新しようということになりまして保険会社代理店に行ったんですで事情を話すと担当の女性がちょっと と曇っったた表情になったんですねティーネージャーの運転は保険会社は嫌っているのよねとため息をつきながら計算してくれました、まあ、今まで車1台だったのが2台になりますね。でドライバーが人人から3人 まあ保険金は今までの2倍3倍になるかなと予想していましたそれ仕方ないなと思っていたんですが、えー、言われた金額は今までの4倍ですね年間6,000ダーラーですって言われたんです日本円で言うと年間78万円ですよええー、と思って顎が外れそうになりました びっくりしたときに顎が外れそうになるという表現使いますので、これ覚えておいてください。顎が外れそうになりました、本当にで。10代のドライバーは保険がすごく高いんですね。それだけ10代のドライバーは事故が多いということなんでしょう。まあ、それにしても年間80万円はちょっと払えません。で、仕方ないので、 えー、車を1台返そうかということになったんですけれどもそれもちょっとセールスマンの方もですねいや今返されてもうんどうしましょうという感じでしたでどうしようあ他の保険会社に相談してみようということになりまして、えー、今までお世話になった保険会社とは全然別のところに行ってみたんですね。するとこのの80万円の まあ半額にはなりますよと言われたのでそこでめでたく保険加入することになりました。今までお世話になった保険屋さん、ん。申し訳ございませんでもまあ値段がね全然違いますからね、まあ、40万円ほどになったわけですがそれでも高い高いですよね。他に10代のドライバーの娘さんを持つ学校の先生に話をしてみると まあそのくらいだろうねということで高いのは当然の話のようでした日本の自動車学校でも、まあ、事故の確率が高いのはやはり若いドライバー無理な運転をしたりスピードを出して楽しんだりする人が多いから危ない運転をするのは、まあ、10代だねというのを聞いたことがあります 最近の日本の場合は高齢者の運転が危ないと言われていますけれども保険はどうなっているんでしょうね掛け金はお年寄りになるとますます高くなるんでしょうかそれとも安いままなんでしょうかねちょっとこの辺は私の母に聞いてみたいなと思っていますがとにかく保険はなんとかなってめでたく2台の車を購入した我が家。息子が、 安全運転をしてくれるのを、本当に心から祈りたいと思います。まあ、息子だけじゃなくて、まあ、この世の皆さん、全員が安全運転を心がけてくれるようにとお祈り申し上げております。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、まことプラスメンバーになってください。www。まことプラス。com を見てください。 それではまた。日本語の種でした。